はい、じゃあ答え合わせ動画、この C を選んでくれた人、ここのカードね、うん、はい、じゃあ行きましょう、引きます、はい、すごいね、愚か者ってカード出てきました、うんうん、愚か者のカードしかもひっくり返ってる、うん、これね、愚か者って言うと自分が頭悪いんですかねってよく泣かれちゃうんだけど、うん、これはね、自由気ままな旅人のことを意味していて、うん、昔のさ、なんていうのかな、ちっちゃい集落とかに暮らしてたら、うん、そしたら食べるものもまあまあなんとかなるし、寝るところも確保されてて、一応安心じゃないって、そこから飛び出すってお前バカじゃないのっていう意味で、愚か者って名前がついてるんだけど、これは新しい世界に飛び出していく人たちっていう意味ではあるのね、うん、なんだけど、うん、このカードを繰り返っちゃってるから旅人がちょっとやる気なくしてる状態お、うん、何か常にいつも新しいものに触れなきゃいけない、触れてなきゃいけない、やってなきゃいけない、身につけてなきゃいけない、うん、疲れましたみたいな感じの、うん、そういう時に出てくるから、だから何かしたいのに手につかないとか、うん、思いつかないとか、そういう時っていうのは自分が体調整ってるっていう、そこもちょっと考慮に入れる必要はあるし、うん、本当にそれがやりたいのかどうかもう一回確認する時でもある、うん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 、周りからすごいそれ似合うから似合うからって言われて買った服はあんま着ませんでしたみたいなあるじゃない、うんうんうん、あるある、うん、そういう時もこういうカードって割と出てきやすかったりするので、本当にそれがやりたいのか、今それをやるのに自分の体力って十分あるのかっていう、そこもう一回チェックねっていう、チェックするだけでいいよっていう、そういうカードです。うーん、うん、そんな感じです。はい、ありがとうございます、はい、はい。